バラバーシ、アルベルト・ラースローバラバーシ・アルベルト・ラースローは理論物理学者。インターネットから細胞内科学反応まで複雑なネットワークに共通して見られるつながりの構造発見で注目を浴びる。母語であるハンガリー語での使命はバラバーシ・アルベルト・ラースローであるが、現在は米国で活躍していることと日本では英語の著作を介して知られているため日本では アルバートラズ・ロバラバシという米国風に生命を名声の順に統治し、発音も英語風にしたカタカナ表記が多く見られる。ハンガリー語の愛称はラツイ・エル・トンシ。ルーマニア領トランシルバニアの成型地方のハルギタ県カルツ・ファルバ村、またはカルツ・村生まれの成型人。国籍はハンガリー、ルーマニア、米国の見え国籍だが、民族籍はハンガリー人。 父方の祖父は、バラバーシアルベルト、ブラブ・アイ・アール・ビ・アール・ティ。父は、歴史学者で、博物館長のバラバーシ、ラー・スロー、ブラブ・アイ・エル、スロー、母のケレス・テ・シュ・カタリン。ケレスト・クトリンはハンガリー語の教諭で、子供劇場の演出家だった。妹に、ミクロ・シュリー・ビア、ミクロ・エル・アイ・バイト、バラバーシ、ユリアンナ、ブラブ・アイ、ジュリンがいる。 チークセレダ氏のマールトン・アーロン高等学校、在学中は彫刻家を目指していたが、物理の高校生コンテストで優勝したこともあり、1986年から1989年にかけて、ブカレスト大学の物理、工学科に学び、その後、ハンガリーのエトベシュロランド大学大学院にて、フラクタル理論に関する学位論文で修士号を取得。1994年に、 アメリカ合衆国ボストン大学で理学博士号を取得。米国 IBM 社 T.J. ワトソン研究センター研究員を経て、現在、アメリカ合衆国ノートルダム大学物理学教授。2003年よりアメリカ物理学会会員、2004年よりハンガリー科学アカデミー国外会員、2007年より欧州アカデミー会員。ありがとうございます。